こっちにうーん昔の城跡があるのよその場所っていうのがまあ、配信を見てる見てくれてる人だったら多分わかると思う、ね、鳥がよく行く場所だと、まあ、城跡心霊スポットとして有名なしとある城跡があるんだけどそこっていうのは区分がされてて本丸跡っていう杉林車、えー、がある稲荷の車も,クルもある まあ広場ともう一つちょっとねあのよく調べてから行かないとわかんないんだけど引き橋っていうよりも少し渡らせる郷土資料館があるような場所があるのよ裏っ側の方にそこに行くにはちょっとね階段降りてバーって向こう歩いてって橋があってそこ橋をねあの登ってちょっと森の中入っていってそこから階段があって上にも登れるもう一方の道から行くのが多分普通なのかなちょっとあの郷土資料館自体に俺は行ったことないんだけどね うちからほんと10分圏内にある心霊スポットとしてあるんだけどそこの,その橋がある場所の話を2年前ぐらいかなリスナーさんに聞いたことがあってえそれ鳥さん行ってくださいよっつって何回も結構行くんだけどまあそういうことに遭遇しないっていう話があってそこの,あのリスナーさんカップルで、あのー、夜中夏に心霊スポットだ、まあ、気も試しだね気も試しだってねずっとそこを降りてって。 まあ降りていくると橋が見えてくると。川の小さい川があってね。そのまあ、川、橋を渡りで,で。橋を渡ってる最中に、人がその森の中に立ってる。だからね、その肝試しに来てる人いるんだっていう話はしてるんだけど、まあ、途中から見えなくなっちゃうと。どういうことなんだろうなーって。で、人ともそれ見てるんだよね。で、その橋を渡って、左右が森。 で目の前に階段があって階段を上がっていくと郷土資料館っていうのがあってまあそこの森だよねあのちょっと変な話があったりする場所で、まあ、そこをねふら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 してたんで、ね、そんなに広い場所ではないんだけどまあ光はちょっと届かない場所であって上がすぐ道路にはなってるんだけど車の光がたまに見えるぐらいでそうだな 森の中すぎて空は見えないから月明かりがうっすら入えるかどうか星なんか全然見えない場所でフラ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 してるそしたらそあの向こうにブルーシートっていうか,あのなんか布だかシートだかが落っこってるんだってただ置いてあるんだろうなって別に霧も止めなかったなってねフラ,フラフラフラしてるそうするとあのどっからかあの人の声がなんか わあわあわわ言ってるような声が聞こえてきて人が来たかねーみたいな話をしてんだけどやっぱりそれもふって消えちゃうんだってえどういうことって遠ざかるんじゃなくてガヤガヤしてるのがパッて消えるんだってさっきの人じゃないけど急に見えなくなっちゃう聞こえなくなっちゃうみたいな感じでそれでちょっと怖かったってよくあるんだよ心霊スポットに撮影行くとそういうことって、まあ、大概反響とかは、ね、あの遠くの方の声が聞こえてきて跳ね返ってきてみたいなそういう反響とかだからよくあるんだけど まあ、怖くなっちゃったと。えどうしようとか、もういいかな、なんて。2、30分いたんじゃないかな、って。よくあそこに30分いたと思うけど、そしたら、まあ、帰りに、まあ、そこのシートみたいなものが目につくわけだ。ね。で、その裾、まあ、その際の方を通っていったんだろうね。<laughs> 別にシート、その、本当になんか布だかシートが落ちてるとしか考えてなかったらしいの。それがそばにいた瞬間かパッて上に飛んだんだって。簡単に言ったら、 ブルーシートだからその布みたいなものを糸でつってあってそこ杉林ですごい高い杉がいっぱいあるのよ上の方にフーって引くとするじゃんそうするとそのあんまシートがその上にフーててんか仕掛けみたいな感じで飛んでくわけだわそれと同じようなことはあって2人でうわーって言ったのってでそのなんか布みたいなものが落ちてこなかったなってその後でその木に引っかかった とかかなんか風があったと風はないしってなんで上にあのうんだろう直角に上に垂直にバーって、あのー、飛んでったとで見えなくなっちゃったとそれもでちょっと二人でね動けなくなっちゃって上なんかでライトで手出すんだけどやっぱり何もな、ね、い木しかない今の何だったんだろうね目の前でそんなこと起きてる動けなくなるわな で、そこの橋っていうのが、まはあ、落ち武者の話がある場所ではあったんだけど、そんな落ち武者なんか関係ないよね。シートが空飛んでっちゃったなんて。で、それであのー、ね、そこ放送で行ってくださいよって言われて、まあちょっと前に行ったのが初めてで、YouTube の方にも動画を上げたんだけど、ね、今度そこにライトのテストをしに行きますんで、ちょっとね、あのー、その場所に行きます。近々ね。そう。 場所は正確な場所はもう聞いてあるんでそのかわし前回行った時もそうだけど、まあ、やっぱそういうことに合わないとね映像で残したいからね行った時に映れや